ナジャベです。ディズニー大好き芸人の久田ぺぺです。いつもご視聴ありがとうございます。よろしかったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。さあ、というわけでございまして、早速タイトル通りですけれども、10月の混雑予想をしてみようということでございまして、混雑情報としていたしまして、現在がですね、10月の5日というふうになっておりますので、ここまでのですね、土曜日、日曜日、そして平日のこの10月の混雑具合からですね、どのように回ったら皆さん楽しむことができるのか、そのようなですね、情報を簡潔にお届けしていきたいなというふうに思っておりますので、ぜひともですね、最後まで動画ご視聴していただけたらなというふうに思います。早速なんですけども、10月の混雑情報どんな感じなの、どれぐらい混んでるの、知りたいのはまずそこですよね。なので今回は全部でですね3つのポイントに分けてお話ししていきたいと思うんですけども、まず1つ目がアトラクションの混雑情報でございます。アトラクションの混雑情報、数字で見るとこんな感じというふうになっておりまして、だらーっと嫌な数字が並んでるわけなんですけども、やだ怖いっていうような気持ちですよね。そうなんですよ、10月ちょっと例年よりも基本混雑気味っていうような状態となっておりまして、数字で言いますと美女と野獣が最大で140分待ちとかに、土日とかだとなったりだとか、はたまたですねベイマックスのハッピーライド、この辺もね80分待ちとかそれぐらい、さらにはですねディズニーシーのソアリンファンタスティックフライト、こちらがですね一番混雑するようなアトラクションという風になってるんですけども、こちらも130分待ちだったり、トイストーリーマニアもですね90分待ちだったりとか、なかなか長時間の、待ち時間が発生するようなアトラクションたちという風になってるんですけれども、これらが1日をかけてどのように変化をしていくのか、その辺をですね見ていくことによって皆さんがですねなるべく快適に、回れるようなコースを探していきたいなというふうに思っております。結論から言うとですね、トップ2のこのアトラクションたち、ランドだったら美女と野獣、それからベイマックスのハッピーライド、この新しくできた新しい2つのアトラクションですね。そしてディズニーシーの方で言うとソアリンファンタスティックフライトとトイストーリーマニア、このワンツーを飾っているこの大人気アトラクションたちは基本的には1日かけて同じような待ち時間ですよっていうようなことなんですね。厳密に言うと夜に若干待ち時間が下がっていく傾向があるっていうような感じなので、プレミアアクセスというものをご購入を検討されてない場合、もうプレミアアクセスは買うつもりないよ、私たちは、シンプルに並んで乗るんだよ、特に学生さんなんかは多いんじゃないのかなというふうに思うんですけれども、そのような方なんかはですね、夜をどちらかというと狙うと比較的若干少ない待ち時間で乗ることができるんじゃないのかなというふうに思うわけなんですね。ただですね、このプレミアアクセス、こちらがですね、先ほどちらっと出ましたけれども、こちらが1人2000円を払うことによって、待ち時間なんと5分ぐらいで、もう本当に待ち時間ほぼほぼなく乗ることができる、いわゆる有料のファストパスのようなものなんですけれども、こちらはですね、非常に特に今の時期なんかは有効的に使えるものなんじゃないのかなというふうに思いますので、お財布に余裕がある方だったりとか、数年に一度のパークだから、ここは何とかして満喫したいっていうような方はですね、こういう時こそ、特に効果を発揮するようなものだと思いますので、ぜひともですね前向きに検討していただけたらなというふうに思います。その場合ですね、この、プレミアアクセスというものが使えるのが、ランドだったら美女と野獣、シーだったらトイストーリーマニアとソアリンファンタスティックフライト、今挙げている4つのアトラクションの中だとベイマックスのハッピーライド以外は対象の、プレミアアクセスという風になってるわけなんですけども、じゃあこれを使うっていう風になったらどのタイミングの時間帯を買えばいいのっていうことだと思うんですね。このどの時間帯を買えばいいのっていうことで言うと、このプレミアアクセスというものは先ほど言った通り2000円を払ってアプリ上で購入可能な有料ファストパスっていうことなんですけども、これがですね基本的に自分の好きな時間帯を選んで、1時間単位の中から自分の好きな時間帯を選んで乗りに行くことができる、それで5分待ち以下の待ち時間で基本的に乗ることができるっていうようなこの魔法のチケットとなってるわけなんですけども、じゃあどの時間帯を買えばいいのっていうようなことなんですね。僕のおすすめはですね、簡潔に言わさせていただくと、お昼の時間帯が一番狙い目ということでございます。特に、細かめに言うと、だいたい12時から15時くらい、これぐらいの時間帯を狙って乗りに行くとですね、他のスケジュールなんかも組みやすくなるんじゃないのかなというふうに思います。なぜこの時間帯なのかの、なのかというとですね、この今挙げたトップ2以外のアトラクション、例えばランドだったら、ビッグサンダーマウンテンだったりとか、スプラッシュマウンテンだったりとかね、ディズニーシーだったらセンターオブジアスだったり、インディージョーンズだったり、このぐらい、これらのですね、3位、4位ぐらい、待ち時間で言うと3位、4位ぐらいに入ってくるような人気このアトラクションたちはですね、
朝と夜にすく傾向があるよっていうところなんですね。朝一、これ朝一っていうのがこの後、細かく説明するんですけども、だいたい9時半より前ぐらい、10時より少なくとも前ぐらいの時間帯の本当に朝一の時間帯、もしくは18時半とか19時以降の閉園前2時間ぐらい、このあたりにぐっと待ち時間が減るっていうような傾向があるんですね。なのでこのあたりの時間帯にそれらのアトラクションを乗りに行くっていうようなスケジュールで言うと、逆にお昼やることなくなっちゃうんじゃないみたいな心配が出てくるわけですよね。それなのでその昼の時間帯なんかにプレミアアクセスを購入してみるといいのではないでしょうかっていうような感じでございますね。逆に言うと夜に、ソアリンファンタスティックブライトだったり美女と野獣とかを乗りに行きたいよ、プレミアアクセスを買わずに行きたいから夜に乗りたいよっていうような方なんかはですね、それらのアトラクションセンターオブジアースだったりビッグサンダーマウンテンだったりとかは朝一をなるべく狙って乗ってみるといいんじゃないでしょうかというような感じでございまして、今出てきてないアトラクションたちですね、例えばカリブの海賊なんかは東京ディズニーランドはただいま休止中というふうになってるわけなんですけれども、それ以外のですね、アトラクションたち、プーさんのハニーハントとかも人気アトラクションですけれども、それ以外のディズニーシーの方とかだったらですね、例えばタートルトークだったりとかマジックランプシアターだったりとかするようなアトラクションたち、これらに関してはですね、基本的に1日同じような待ち時間、だいたい30分前後ぐらいの待ち時間が平均として続いていくっていうようなイメージでございますので、このあたりのですね、1日どうせいついても同じぐらいの待ち時間だよねっていうようなアトラクションを昼に乗りつつですね、朝と夜にそのようなアトラクションを狙ってみるといいのではないでしょうかというようなのがアトラクションについて簡単にまとめたものでございます。そしてですね、なんといってもこのハロウィン期間欠かすことができないのがホーンテッドマンションホリデーナイトメア、こちらですよね。これがですね、久しぶりに再開いたしました、あのナイトメアビフォークリスマスに登場するこのジャック・スケリントンがですね、サンディ・クローズになってホーンテッドマンションに帰ってきた、こんなようなニュースがですね、ただいま東京ディズニーランドをにぎわわせておりまして、まあ、簡単に言うとこのハロウィンクリスマス特別バージョンがホーンテッドマンションでやっていますよっていうことなんですけども、それにあたってですね、このホーンテッドマンションのホリデーナイトメアがスタンバイパス対象というふうになってるんですね。このスタンバイパス対象っていうふうにどういうことなのっていうふうに言いますと、アプリで整理券取ってから並んでねっていうようなことなんですね。簡単に言うとこれファストパスと違ってあくまでも取ってから並ぶことができるよっていうような券となっているわけなんですけども、簡単に言うとこれ取ってないと乗れないよっていうようなことなんですね。このスタンバイパスが何時ぐらいに発券終了となるのかっていうふうに言いますと、早い時だと10時ぐらい、遅くても10時半ぐらいにはなくなっているよっていうようなイメージなんですね。そしたら朝一で行ってこれとりあえず行かなきゃいけないじゃん、10時半間に合わないんだけどというような方なんかがいてもですね、ご安心していただきたいのがですね、あくまでも混雑状況とかにもよるんですけれども、多くの場合がですね、朝一もしくは特に夜なんかはですね、スタンバイパス持ってなくてもそのまま並んで乗って大丈夫だよっていうようなご案内がある場合があるんですね。これに関しては当日ですね、公式アプリの方でこの待ち時間情報とかを見るときに、ホーンテッドマンションのところを開いていただくと、ただいま列に並んでご利用いただけますっていうような、案内状況の表示が出ますので、このあたりをですね、参考にホーンテッドマンションぜひともですね、ハロウィン期間なんかに、楽しめるものとなっておりますので、ぜひともですね、体験していただけたらなというふうに思います。ちなみにですね、この流れでいくと、フィルハーマジック、東京ディズニーランドのファンタジーランドにあるこのフィルハーマジックっていうのがですね、9月の15日からリメンバーミーのシーンが追加されたんですね。これ非常に喜ばしいニュースでございまして、あのディズニーメドレーを体験することができるそのフィルハーマジックの中にピクサーの作品が入ったっていうような、ものすごく嬉しいニュースがあったわけなんですね。さらにですね、このタイミングでですね、さらに画質も綺麗になって、魔法のクオリティも上がってお届けされるこのフィルハーマジックっていうことなんですけれども、ご安心ください。これに関しては、長くても20分30分待ち、早かったらですね5分待ちで乗れるタイミングもあったりとかするということで、このリニューアルがあって大きくこのようになったよっていうようなこともございませんので、そのあたりもご安心して楽しんでいただけたらなというふうに思います。そのような感じでございまして、一番ボリュームのあるアトラクションに関する待ち時間だったりとかの混雑情報のご案内がポイント1つ目でございました。さあ、ここからですね、残り2つあるわけなんですけども、ここからサクッと行きたいと思います。まず2つ目のポイントがですね、何時に今パーク空いてるのっていうようなお話なんですね。この2つ目のこのお話なんですけれども、今ですね8時15分からパークに入れるっていうような状態なんですよ。
9時からって書いてあるんですけども、8時15分から入れるよっていうようなことなんですね。そしてですね、今までの僕のこの混雑情報とかの話とかだとですね、8時15分から入れるんだけれども、アトラクション動いてないからあんま意味なかったりとかするよっていうようなことは言っていたんですけれども、最近になってですね、8時の段階から準備が整って開けれるアトラクションからは随時開放されていくっていうような変更があったんですね。なのでですね、8時15分から入って乗れるアトラクションは乗れるっていうような状態でございますので、朝一の空いてるタイミング、ここを狙いたい方なんかですね、ぜひともですね、早めに行ってそのあたり乗りに行ってみるのもいいんじゃないのかなというふうに思います。そして何時にじゃあ着いたらいいんだよ、何時に着いたらそれぐらい早く入れるんだよっていうことなんですけれども、先ほどの情報から見ても分かる通り、今なかなかに混んでるパークというふうになってるわけでございますので、早かったら6時とか6時半ぐらいに着いておくのがベターだよねっていうようなところが正直なところでございまして、これに関しては非常にですね、朝早く行けないんだよっていうような方もいらっしゃるとは思うんですけれども、そのあたりはですね、ご安心していただいて、もちろん9時ぐらいとかに、着いてもですね、大体30分ぐらいの待ち時間とかは発生してしまうんですけども、入園することができて、そしてですね、先ほどのような情報を入れておいていただくことによって、それでも楽しむことができるパークとなっておりますので、そのあたりご安心していただきまして、早く行けるような方は6時半とかそれぐらいに行っておくのがベターだよっていうようなのが案内でございます。大体7時前ぐらいを目安に行くのがいいんじゃないのかなというのが僕のおすすめでございますね。それはもちろん、それぞれの楽しみ方によって合わせてもらうのがいいと思うんですけれども、8時15分それぐらいを狙いたいような方は6時とか6時半とかそれぐらいが、目安となるんじゃないのかなというふうに思います。これが2つ目でございますね。そしてですね、開園待ち、これについてついでに、一緒にニュースとしてお届けさせていただくと、コロナ前なんかはですね、パークが開く前にミッキーたちがお出迎えしてくれるっていうような、そのアーリーグリーティング、ウェルカムグリーティングなんて呼ばれるものがあったんですね。こうパークに入る前にミッキーたちがこうお出迎えしてくれるっていうような、あのにこやかな、非常にゲストからしたらもうテンションが上がる一大イベントがあったわけなんですけども、こちらがですね、復活いたしまして、僕たちがパークに入る前にミッキーたちがお出迎えに来てくれるっていうようなものもありますので、朝早く来ることができるような方はですね、ぜひぜひそちらの方もですね、遠くからでも近くからでも覗いてみていただいて、まず入る前にミッキーにご挨拶を楽しんでみてはいかがでしょうかっていうのが2つ目の開園時間に関する情報でございました。さあ、そして3つ目でございます。この3つ目のニュースというものがですね、ショーに関する情報でございますね。今ショーで言うとパレードもやってるし、ディズニーシーだったらハーバーグリーティングっていうような形で、あのメディテリアンハーバーの真ん中の大きい海のところのショーなんかも行われてるわけなんですけども、今回お届けしたいニュースとしてですね、屋内型のショー、具体的に言うとですね、ディズニーランドの方だったら、新しい、エリア、ニューファンタジーランドっていうところにあるファンタジーフォレストシアターというところでやってるミッキーのマジカルミュージックワールド、それからですね、そのすぐ近くスペースマウンテンのお隣にあるショーベースというところでやってるクラブマウスビート、それからですね、ディズニーシーの方、アメリカンウォーターフロントのブロードウェイミュージックシアターというところにある、ビッグバンドビート、それからですね、ロストリバーデルタのハンガーステージというところでやってるハロウィンタイムウィズユー、これらのショープラスですね、ジャンボリーミッキーっていうようなショーが行われてるわけなんですね。ディズニーそんなに詳しくないような方はですね、パニックだと思います。カタカナが多すぎるファンタジーフォレストシアターのミッキーのマジカルミュージックワールドから、ショーベースのクラブマウスビートから、アメリカンウォーターフロントのブロードウェイミュージックシアターのビッグバンドビートから、そしてですね、ハンガーステージのどうのこうのみたいなことを言いましたけれども、簡単に言うと屋内型のショーが2個ずつあってジャンボリミッキーやってるよっていうことなんです。さあ、そんなショーに関するお知らせは何かというとですね、今までは抽選に当たらないと見ることできませんよっていうような感じだったんですけれども、さっき言った C でやってるハロウィン限定のハロウィン、ハロウィンウィズユー、これ以外のショーに関しては1回目、一番最初に公演するショーに関しては並んで入場することができるよ、抽選なしで並べば見ることができるよっていう風になったのが今回のショーに関するニュースという風になっているわけなんですね。ショーなんとしてでも見たかった、ショーを見に行ってたんだよっていうような方はですね、ぜひぜひ抽選をしながら並ぶっていうような形をとっていただくと、並びながら当たったら列から外れればいいし、もし外れちゃったとしてもそのまま並び続ければいいしっていうような形で、ショーを確実に見る方法が増えたっていうようなことなんですね。これに関してですね、じゃあ何時に並びに行けば見に行くことができるんだ、そのようなことを思うと思うんですけれども、まずですね、ファンタジーフォレストシアターっていうような新しいショー施設ですね、ここでやってるミッキーのマジカルミュージックワールドに関しては、だいたいショー開演の1時間前ぐらい、これぐらいを目安に行くとだいたい見ることができるよ、逆に言うと1時間
を切ってしまうと、もしかしたら案内終了している可能性がありますので、余裕を持って確実に見たいっていうような方はですね、1時間半前とかに様子を見に行ってみてもいいと思いますし、大体ですね、まあなるべく見たいなぐらいだったら1時間ぐらいを目安にしていてですね、気持ち早めぐらいに行っていただけると、見ることができるんじゃないのかなというふうに思います。それ以外のですね、ジャンボリーミッキー、それ以外のですね、クラブマウスビートだったりとかビッグバンドビート、このあたりに関しては30分前に行ったら基本的に安心して見ることができますよっていうようなのが、1回目公演並べば見れるよっていうような、ショーに関する目安の時間の案内でございました。さあ、そのような感じで3つのポイントに分けてお話しさせていただいたわけなんですけれども、これ以外にもですね、さまざまな変更点とかがあるのが、ただいまの東京ディズニーリゾートというふうになっておりまして、その中でいうと、例えばキャラクターグリーティング、これに関してはですね、ずっとソーシャルディスタンスをとって2メートルの距離をとってっていうようなグリーティングだったのがですね、つい最近はハイタッチ、それからサインをもらうこと、そしてお手紙を渡すこと、これに関しては OK というふうになったんですね。これものすごく嬉しいニュースというふうになっておりまして、ずっと2メートルの距離を空けないとグリーティングができなかった。そして我々オタクとミッキーだったりミニーだったりの距離は、心の距離が2メートル以上に感じるような、このなんかすごく遠距離恋愛みたいな、すごく悲しいドギマギした気持ちというものを、ついにハイタッチとかサインに関しては OK してくれたということでございまして、ハグはまだすることできないんですけども、キャラクターと触れ合うことができるっていうようなことを受けてですね、キャラクターグリーティングの待ち時間がぐわっと伸びるようになったっていうのがあったりとかするんですね。そのようなキャラクターグリーティングの変更点並びにですね、そのニュースを受けての待ち時間の変更なんかがあったわけなんですけども、これを最後にですね、コアファン向けにですね、ミッキーたちに会いに行きたいというような方がもしいたらですね、参考にしていただきたいのが、全体的に待ち時間は長くなっている。だいたい1時間前後ぐらい、長い時だと1時間を超えるぐらいになってるんですけれども、お昼の時間帯、特に11時台を中心に待ち時間がガクッと下がる瞬間がありますので、ぜひともですね、ご挨拶に行きたい方はですね、そのあたりの時間帯を狙って行ってみるといいんじゃないのでしょうか。その時はですね、もちろん11時台、12時台、それぐらいの時間帯はですね、パレードなんかが行われている時間でもありますので、そのあたりのショースケジュールも確認していただいた上で、ご自身のスケジュールを考えていただけたらなというふうに思います。キャラクターグリーティング行くんだったらお昼ぐらいが狙い目だよっていうようなお知らせ情報でございました。それ以外にもですね、さまざまな変更点、細かな変更点あったりとかするわけなんですけども、大まかに言うとこの辺を押さえていたら安心して、10月の東京ディズニーリゾートを楽しめると思いますので、ぜひですね、そのあたり参考にして、より、素晴らしくて楽しい一日を過ごしていただけたらなというふうに思います。皆さんが行くディズニーが素晴らしい一日になることを心からお祈りしております。さあ、そんな感じでございまして、本日の動画は以上となります。また次の動画でお会いしましょう。また明日。